役所の常として、えー、例えばここで言うと97年にその文化庁の宗務課が名称変更ダメですよとこれは前川さんが課長がやってた時ですけど、やっぱり実態が止まらないといけませんしその、えー、もし名称変更したいんだったら相当実績を積んで、まあ何、2年とか3年とかそういう名前で実績を積んでからですよっていういろんなことを注文をつけて基本的に拒否してるんですね。 役所はこういうスタンスで一回その相手方と対応しましたっていうのは文書になって残ってますし引き継がれているわけですからその文書になって残ってるのをひっくり返すっていうのは相当なことことでないと役所はやりませんよね、うん、まあその中でその下村さんが大臣になってる時にこの名称変更っていうのが実際行われたんですけどじゃあどういうその力学が働いたのかそ,のそこのところが一切明らかになってないわけですよね。うん でまあ、思い返すとその例えば安倍政権の時の加計学園問題というのも、うん、基本的にその、うん、獣医学部というのを作りませんよという方針があってあ、うん、それをその規制緩和と称して獣医学部を作るんだということになって、うんはい、これはその実は官邸案件とか総理案件ですからという話になってひっくり返ってるんですけど。うんうんはい そういう意味ではその相当大きなその圧力っていうか意思決定の力がないとこういうその役所が一回決めたものってひっくり返らないですよね。だからそこは一体何だったのかっていうのはこれはでおそらくっていうかあの自民党の中でもどうもこれはその間の経過が文書になって文科省に残ってるはずなのでえそれをきちんとあの開示することがいずれ必要になってくるんじゃないかという声が出てるぐらいなんですけど。 そうなってくるとそのちょっとしたそのスキャンダルといいますかね、掛け額円問題の再来みたいなことになりかねないと,いだと思いな第二の掛け額円問題みたいない、はいね。事前審<座>事前審査に数ヶ月かかってるってことなんで、この間相当役所の中で揉んでるわけですよね。うん そのやり取りの内容は最終的には二千十五年八月に名称変更なんですが、はい、その前に数ヶ月、はい、前進座してるんですね。で、えー、実はその二千十五年の十月に下村さん退任するんですね。うんうん、下村さんの退任の前にとにかく滑り込みでやらなくちゃいけないっていうところまであったのかどうか。 というところままでで話は行きますのでうん、うん、本当にその事前審査がどういう形であったのか今までの,その方針を覆す力学は一体何だったのかっていうところは本解明してもらい,たいと思加計学園の時も石破さんが担当大臣の時は石破三条件っていうのが出てこれをクリアしなきゃダメだぞっていうからおもしのように全く動けなかったのが大臣が変わった途端和泉あの補佐官が入ってきて秘書官か。 これをやるんだって言って、まあ、大臣が変わった途端に一気に官邸の意向が通っていったっていう流れを思い出すのでやっぱり大臣がやっぱりそれを理解してくれる大臣がそこにいるいうの大きいうのねそれとお,おそらくその大臣だけではできませんから、はい、こういう大きい話がその大臣が本当にその官邸の意向を対してやったのかやらなかったのかいう、うん、そういうところまで必要になってくると思いますね。そそもそもこれ法律的にはあの 申請されたら受理をして、それでまあ認証するみたいなもので、はい、だからあの門前払いしてたわけですよね。受理しないっていう態度を取ってきたわけですね。すねずっとね。うん、だからそれをですね。外部状況はまた変わってないのに受理するっていうのはかなり大きい。政治的な力が。うんうん 結果としてはその統一教会という名称をその改めたことによってこの団体は非常に、まあ、ある意味でそのメリットを享受しているわけ非常にそのどちらか統一教会があの背負っていたその霊感商法だとか、うんうんね、合同結婚式っていうその悪いイメージをねこうやって払拭できたわけだから、えー、それをやるためにどういう力学が働いたのかですね。うん いくつか報道で見てると、この変わったってことを当時の会長たちが変わりましたってまた大騒ぎしてるのを見ると、うん、いかにその協会にとっては悲願を達成したかっていうことだったのかな。うん